またまた現れました山本龍二でございます。のりたくんがね、はい、初めて AV 見たのはいつ頃ですか？ちゃんとしたビデオで見たのは斉藤由依さん。あ、じゃあアテナ映像。そうですね、代々木中さんとか、はい、まあ、創世紀の頃、1980年代の初頭、まあ、いろんなわけのわからない、もう名前出たり失礼かもわからないけど、メーカーがね、次々とこう生まれ出した中にビデオスタジオ83っていうメーカーがあったのご存知ですか？知らないですね。ビデオスタジオ83、まあ、通称スタジオ83と言ってたんですけど、83年にできたんです。このメーカーっていうのはね、僕はぜひね、はい、映画化とかね、はい、してほしいぐらい面白いんですよ。最近ほら村西さんの、はい、なんかドラマが、はい、地上波とかじゃなくてなんとかってやつ、ネット、はい、ネットフリックスっていうの、はい、あれなんか全裸監督とかいて、はい、随分話題になってあるそうじゃないですか、はい、まあ、あれはあれでいいと思うんですけど、その全くその同じ時期にね、はい、ビデオスタジオ83っていうメーカーがあったんです、はい、僕そこに随分本当に初期の頃からお世話になってね、はい、面白い会社でね、なんと調布一帯、はい、ほら京王線の、はい、つつじが丘、国領、柴崎、札幌、調布って、はい、わかりますかね、はい、あの辺、はい、あの辺あたりの商店街の人たちが映像とか全く知らない、はい、ただただ最近アダルトビデオっていうのが流行ってるらしいよって言って、はい、あの辺の商店街の人たちが集まって作ったメーカーなんだよ。ああ、そうなんですか。それでもう全く手探りで始めあって、はい、なんでそのこと始めあったかというと、例えば、まあ、その一番リーダーでやってらっしゃった方がどこやったかな、ちょうどどこかの駅の家電屋さんだったんですよ。家電屋さんだけど、そんなこと言ったら本当申し訳ないんだけど、あの辺の家電屋さんってほぼほぼ冷蔵庫も、はい、洗濯機もテレビも地元の近くにあるにもかかわらず買わないんですよ。テレビ買うか洗濯機買うか冷蔵庫買うかって、まあ、ちょっと大きな家電を買うとなったら調布に住んでる人でも秋葉原に行ってしまうんです、はい、もしくは新宿のヨドバシカメラとか、はい、あの辺で買うっていうことになると電気切れたとかね、あ、それでそんなもんなんですよ、電池買うとかも。でこの出たての VTR のソニーから出た、はい、ご家族の日々の思い出にいかがですかってなことを言って、はい、こう三脚立てて一応商品として置いてあったらしいんだけど、はい、ショーウィンドウのやつを、ホームビデオかと思って、いらっしゃいませお買い得ですよ今ってこと言っても結局買わないですと、そういうお店がまあいつか集まってできたお店です。例えばもう一つはそこに洋服の仕立て屋さんがそのスタッフに入ってあったんです、はい、調布で洋服は仕立てないんですよ。やっぱりたまにスーツとか、はい、ちょっと生地から選んで、はい、スーツ仕立てようかってなことになって自分で心に決めたらやっぱり青山とかね行くんですね、はい、結局あの辺でせっかくテーラーなんとかって名前やってても着てくれるのは裾上げとか、ね、ちょっと痩せた太ったりするサイズ直しぐらいなんですよ、はい、そんな人たちがいっぱい集まってこれじゃいかんと、なんか起死回生の絵仕事なんかで考えようって言った時に、そうやお前電気屋お前家の店の店頭にずっとカメラお前一応陳列してるけど全然誰も買わへんし最近ほこりかぶってるやんけと、はい、あれお前宝の持ち腐れやでと、はい、あれ使ってよ最近あれのそのアダルトビデオっていうのをやってみようぜっつって始まった会社なんですね。でなぜか
どういう人脈でかわからないけど私に連絡が来たんです。はい、それで あじゃあぜひ出てみましょうって言って、どうしたらいいですかって言ったらね、やっぱりその何かせっかく出てもらうって向こうも気遣ってくれて、はい、調布のね京王線の調布からちょっと歩いて10分ぐらいのところにデニーズがあって、うん、そこに来てくれって言ったんです。朝10時、はい、いやもうゆっくりやなって、はい、おはようございますって言ったら、あ、ラマトミさん、よう来てくれました、せっかく来てくれたんでモーニングでも食べてくださいって、もうすぐ女の子来ますから、はい、女の子は、まあ、マネージャーさんとして来て、はい、よろしくお願いしますって、もう彼女にせっかく来てくれたんで、はい、マネージャーさんも一緒にモーニング食べてください、それでね、はい、1時間ぐらいそこ行ったんです、はい、1時間、はい、あっという間に11時、はい、じゃあそろそろ行きましょうっつって、はい、ね、女の子と、はい、なんかその会社の方が、はい、なんか連れて出て行きはったんです、はい、その女の子を連れて、はい、あ、メイクですよねっつったら、はい、はい、ちょっとルイさんまだメイクなんで待ってください、はい、コーヒーおかわりいかがですか、デニーズ、はい、つってなんかご飯でも食べられますか、いやご飯はないです言うてた、なかなか戻ってこない女の子、えら遅いですねつってコーヒー飲みながら、ちょっと待ってください、でね、当時まだ携帯ない時代で、はい、お店の公衆電話からか電話したんですよ、はい、どんな感じ、あ、そう、あ、分かった、うん、分かった分かった、うん、すいませんリュウジさん、今お昼前でお店が混んでるんですって言うんですよ、はい、なんですかって全くそのど素人さんだから、はい、メイクというものをそのスタッフで用意するということを知らなかったんです、はい、それでそのさっきも言ったように商店街がなんとかこう潤うようにと考えて作った会社だから、はい、その商店街の美容室にメイクに行くんです、でその昼前で混んでるのそう、美容室に行ってあるんですか、うん、そうなんです、ちょっと待ちください、うん、昼過ぎにようやくできて、はい、で近くにスタジオがあって、はい、そこでわーっとセックスシーンを撮るわけです、はい、で、もうワンガラミやってもらいますから、ね、まあ嘘でもいい、当時は嘘エッジがまかり通ってたので、1回目はまあこれ2回やるんですか、はい、2回目は嘘でもいいですよと、はい、でもう一回じゃあメイクし直ししますって案の定帰ってこないの、また悪い予感がしたけど聞いてみて、はい、また午後で昼過ぎでお客さんがいっぱいになってその通りなんですよリリーさん、そんな感じ、はい、あのねって僕それ言ったの、はい、他は普通はメイクさんという人をスタジオに呼ぶんですよ、はい、そうだったんですそんなような状態で、はい、でそれでじゃあメイクさんを誰か探してくると思うじゃない、はい、違う、さっきも言ったように商店街が売るようになる、はい、潤うようにならなきゃいけないんで、こんな会話を僕が書いた後にしてたらしい、はい、ルイさんの言う通り美容師さんはダメだね、はい、時間がかかる、はい、誰かこの商店街で化粧のうまい女はおらんかったかなって、はい、あのスナックのままだよってなって、はい、次回呼ばれた時はメイクさんとは思えないね、あほぼほぼ寝てないで来たよね、朝まで店やってたね、あ寝てないのよね、あんた男優さんなの、よろしくね、私こういうものスナックスナックなんとかでも名前書いてあった、安くしとくわよとか言ってその人がメイクなんです、うん、ところがその人しばらく雇ってあったんだけど、はい、どの役をやっても看護婦さんやって もう何の役やってもそうですよ、うん、みんな顔が水商売それである、ある日これね
半年か1年ぐらいだった頃だ、はい、だんだんこなれてきたんですよ。一応僕はいろいろ教えたから、だんだんこなれてきてね、スカトロビデオを撮ってる時ですよ、はい、うんこのビデオを撮ってたんですよ。読んだ女が出なかったの。そうするとね、はい、どうしたと思います？想像つかないですね。すいません、私どうしても今日は調子が悪くて〇は出そうにありませんって言ったら、そこの社長様ね、困ったな、でもよ、そうだよね、お尻のアップだろ顔分からへんだよな、おい誰か今〇を出すやつおるか、その商店街の、まあ、人が、まあ、全員スタッフなんだけど、はい、俺出るよ変なおっさんが俺出るよお前でいいよ、お前ちょっとケツ出せって金玉をつながるお前ちょっと自分で手で持って上上げろ、おおおお、どうせかぼかし入れるからメラメラおこのところちょっとこうマジックで塗ろうかな、そこ分からへんけん、おおおめえ見えるでほら、お女の子のお尻見えるよ、君さ女の子当事者、君声だけ出しなさい横で、うん出る出るっつって、出ますっつって、君お前お、うん、この女の子の声に合わせて出せよお前言うて、で女の子よーい、あげたら、あ、で、そうです、で、そうですって言って、ブリブリって出てくる、あ、出た、いっぱい出た、とか、やけに喋ると思う、喋らなきゃダメだと思って、で、ブリ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 って出てるやつ、それ、あの、買って見た人ね、残念でした、男のお尻の、バッサッシと、そういうメーカーです、スタジオ83。この人ね、面白い人でね、俺にね、淀川長春の格好させるんですよ。それはひどくてその社長さんはとある、はい、ラブホテルの社長さんと知り合いだったんですよ。当時ですよ、はい、あのラブホテルに入ったら自分たちのエッチをビデオで撮るの流行ってたの知らない？知らない。据え置きのやつで。そんなのあったんですか？あ、それをもう一回自分たちで再生してみて、はい、うわ俺たちのエッチってこんなんなんだ、うわビデオに出てるみたいだねってなって、また興奮してまたやるという、ね、そのなんか自分たちのセックスを撮るやつが1980年代の前半の頃、はい、あったんですよ、はい、実はそれはコードがフロントにつながってて、そっちで録画してあるんです。それをその社長は商品にしてたんです。悪い男だね。消し忘れシリーズ。そうですよ。それではただの裏ビデオみたいになるから、エンターテインメントに見せるために俺に日曜洋画劇場の淀川長春みたいに最初と最後に解説を入れさせるわけです。おい龍二ラグでいいよ、セックスシーンないんだよ、解説だけで帰れるんだから。俺は今度はメイクして、はい、はい、まあ、皆さんまたお会いしましたね、はい、今日また誰だか分からない人の AV が出てきますよ、ひょっとしたらあなたが映ってるかもしれませんあとにまた出てきて、ああ怖かったですねちょっともう一回今の女の人の写真見せてあげてください、うわまあ怖い顔です、怖いですね、でもあの男の人にとっちゃ美人なんでしょうね、また週お会いしましょうね、さよならさよならさよならってことになったんです恐ろしいですよ、ビデオスタジオ83、今でも全く見ることができないと思いますけど、探せば見ることができるかもしれません。ただ唯一僕あそこで良かったなと思ったのは、松本伊代のそっくりさん、松友伊代って知らない？知らない、はい、松本伊代のそっくりさん松友伊代ちゃん、
かったですね、聞こえてきて、騎乗位になって、はい、立動しながら360度回転しちゃって気持ちよかったです。もう今は存在しないメーカー、僕が20代の頃あの社長さん40半ばぐらいの方だったから、もう今生きてらっしゃれば80、多分死んであるかな、でもどこかであのビデオまだマニアの人持ってあるかもしれないしね、ぜひ見ていただいて、そしてあれはあのメーカーはねドラマになりますよ。あの商店街をどうにか盛り上げるために始めたという、当たるときいろんな人がこう参加した、面白そうですね、商店街が作ったメーカー、ぜひ何かのこのきっかけで見ることがあったら、いやぜひ探してください。ビデオスタジオ83、おすすめのメーカーです。村西さんがやってあった同じ時代のメーカーです。